キエフ市電キエフライトレールキエフライトレールは、ウクライナの首都キエフに存在するライトレールの総称。旧ソビエト連邦発のライトレールとして1978年から営業運転を開始し、2020年現在、ドニエプル川を挟んだ2つの路線が存在する。1960年代、キエフ西部のボルシチャゴフカ地区やビドラドニー地区では、 大規模な住宅街の建設が進行していたが、その中で大きな課題となったのがこれらの地区とキエフ中心部を結ぶ輸送機関だった。計画当初は従来キエフ市内に存在した路面電車の延伸やトロリーバスの連結運転など、ソビエト連邦各都市でも導入されている既存の方法が検討されたが、輸送量が1時間あたり2万5000人以上となる。 計算結果が出されたことにより、これらの交通機関では大量の乗客を賄いきれないことが明らかになった。だが、当時キエフ市内に路線網を伸ばしていた地下鉄の輸送量に対しては少ない数値であり、これらとは別の新たな交通機関が求められた。そこで1967年、キエフ市で路面電車やトロリーバスを運営していたキエフ市、路面電車、 トロリーバス部門はソ連当局からの許可を得た上でスペインバルセロナで開催された国際公共交通連合の会議に代表団を派遣し同時に西側諸国をはじめとした海外における新たな都市交通の視察を実施したその中でも特に影響を受けたのがベルギーの首都ブリュッセル市内を走る路面電車と同一の規格ながら専用軌道を用いて 高速運転を実施する都市鉄道、プレメトロだった。そして代表団からの報告を受け、1970年7月13日のソビエト連邦閣僚会議第538号決議により、キエフに新たな公共交通機関、高速路面電車の建設が決定した。高速、高頻度運転を行う高速路面電車の運行システムは、 西側諸国で発展したこれらの構造を導入するための基礎技術自体が存在しなかったこともあり、キエフ市路面電車、トロリーバス部門を中心としたプロジェクトとして独自に開発された。そして、1975年から最初の路線となるドニエプル川西側の区間の建設が始まり、1978年12月30日から本格的な営業運転が始まった。 キエフ市内に開通したライトレールは平均速度時速 28.7km 最短1.5分間隔という高速、高頻度運転を実施し、列車はチェコスロバキア製の路面電車車用タトラ T3SU を用いた2.3両編成で運行していた。これらによってもたらされた必要人員の削減を含めてライトレールは高い収益をもたらし、 以降ソ連隔地にメトロドラムなどの高速路面電車が多数開通するきっかけとなった。キエフライトレールの右岸区間についても1984年に延伸が行われている。一方、ドニエプル川の東側でも長年にわたって高速路面電車を敷設する計画が立てられていたが、こちらの建設開始はソビエト連邦の崩壊後、 キエフ市電がウクライナの路面電車となった1993年となった。当初は早いペースで建設が進められていたが、資金難により以降の建設は難航し、計画の一部が2000年5月6日に開通した以外、地下鉄との接続やドニエプル川を越えたウガン側への延伸は実現しなかった。ソビエト連邦の崩壊後、 経済の混乱やモータリーゼーションの急速な進展によりキエフの路面電車網は大幅に縮小し2004年7月以降はドニエプル川を渡る橋梁から線路が撤去され路線が川を挟んで東西2つに分断された状態が続いているライトレールも例外ではなく計画の一部のみ開通したサガン区間は利用客が少なく2009年に運行が 停止するにまで至った。その後、改良の上で地下鉄の延伸路線として再開業する計画が立てられていたものの、最終的には、沿線住民の利便性向上を目的に、ライトレールとして復旧することが決定し、一部区間の延伸工事を経て2012年10月24日から営業運転を再開した。右岸区間についても、モータリーゼーションの進展に加え、 メンテナンス不足による列車速度や信頼性の低下により利用客の減少が続き3両編成の列車も運行されなくなった。さらに2001年にはサクサガンスキー通りを経由する平用軌道区間が廃止され利便性が減少した。この状態を改善するため2007年から一部区間の運休を実施した上での大規模な修繕工事が順次行われ。 2010年までに全区間の工事が完了している。1990年代以降実施されたキエフ市電の路線縮小は市内中心部の渋滞解消が一つの理由であったが廃止後は道路の混雑がさらに増加する結果となった。この事態を解消するため2010年代以降右がんのライトレール路線を キエフスポーツ宮殿など市内中心部方面へ延伸する計画が進められている。キエフライトレールの乗車券2020年の時点で、キエフライトレールは以下の5系統が設定されている。そのうち T1T3 号線はドニエプル川の西側を走る右岸線、T4T5 号線は東側を走る左岸線を通る系統である。路線の大部分は、 道路と分離した専用軌道で、この区間にある駅には専用の改札口も設置されている一方、道路上に敷かれた併用軌道を走る区間も存在する。ライトレールの運賃は路面電車、路線バス、トロリーバスとともに1回の乗車につき8振り分野である。車両の現在位置は e g ウェイのページから閲覧することができる。2020年現在、 キエフライトレールを経由する系統で使用されている車両は以下の通りである。そのうち開業時から使用されている T3SU をはじめとしたボギー車の多くは連結運転を実施しており、1990年代までは3両編成も存在したが、以降は単行、もしくは2両編成で運行する。また、路線の再編や 修繕工事後に導入が始まった連接車については、車内の一部、もしくは全体が、低床構造となっている。新型コロナウイルス感染症の被害拡大を防ぐため、キエフ市内の公共通機関は2020年3月22日以降、ほとんどの系統で運行が停止し、キエフライトレールも同日以降、うが線の1号線のみが、運行する状態となった。また、 営業を継続する系統についても不要不急の外出を避けるため利用可能な乗客をインフラをはじめとした経済上重要な職業の従業員のみに制限する措置をとっていた。その後、同年5月22日からこれらの交通機関は通常営業を再開したが、以降も6月22日まで乗車時のマスク着用が義務付けられている。キエフパストランスの公式ページ。 2020年6月2日閲覧、ありがとうございます。